行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。おお、あっち側もいいね。おお、よし、バイバイ。バイバイ。どうもこんにちは、鈴川彩子です。日立です。トキです。ということで今日はこちら福井県の勝山市に来ております。今こちら九頭竜川に架かる勝山恐竜橋の、ねうんね、上におりますが、まあ、この辺りねその他の恐竜が有名で、以前ね遊びに行ったりもしましたけど、今日はこの近くにある越前鉄道さんの、踏切ですね、なかなかこう、秘境感あふれる、ね、草刈り場踏切という踏切がありますので、もうね歩いてもうちょっと行ったところにあるから、そこに行ってみたいと思います。 OK。 なんか色もいろんな色の石あるよ。本当にさ化石ありそうだね。みんな発掘するんじゃない？今来ちゃったけど後で来るかな。おーい、あれー、おーい、聞こえる。あそこが越前鉄道の勝山永平寺線ですね。おお、あ、なんかすごい、あそこ一回森の中に入った感じで、あ、もうずっとここずっと横にね。だからあそこが線路ってことだから、まあ踏切だから、すごい、あそこにあるんじゃない？森中する。おー、すごいよ、なんか、うん、いいね。うん、じゃあ後で来るかな、僕たちがちょうど踏切に着いたから。今一歩行っちゃったけどね、うん、すごい、行ける本当にこれ。しけ、し、鹿いるかも。鹿、あ、奈良しかいないかも。森だ、日中でこの暗さ、線路沿いだ、近い、うん、おお、え、これ車通ったら通れないじゃん。車は入ってこれないね。君の音したね。車が入ってこないんだったら意味ないんじゃない？気をつけて、そっち端っこ歩くと。え、これすごくない？お猿いる。え、あっち行く、危ないよ、そこ落ちたら。落ちるからね。ちょっとすごいね、これはね。落ちる、赤パチ。道の真ん中歩こう、真ん中。崖じゃん、もう。怖くない時は。ちょっと本当に過去一じゃない？これ、秘境感が。ジャングルみたい。これさ、なんでこんなところに踏切があるん？もっと向こうに行けたんじゃない？ね、あそこ、高架にして。すごいね。わお。なんかここでもちょっとほら、ある、スペース。スペース。駐輪場？スペースがあるよ。駅とかだった？そんなことないか。こんなとこに駅になってる前。え、あ、あそこか。ちょっと一回もう来ちゃったわ。ここで見よう。オーマイガー。ちょっと離れとこうね。ここちょうど広いから。さすがにここまで来るとは思ってなかった。じゃあね、バイバイ。あ、ファンって言ってた。二両って書いてる。バイバイ。おお。すごい。二両なの。一両だったらもう誰も乗れない。すごいね。ちょっとギリギリ間に合わなかったね。すごい。ほら、なんか急に視界がまた。ここちょっとあれか、一瞬列車見えたとこだね。さっきのほら橋がこっち側から見える。わあ、後ろもすごい山。ねえ、まだちょっと雪が残ってるね。積もってる。今春なの。あのほら恐竜の博物館も見えてる。丸い、ね、目立つ色が。今年の夏になんかリニューアルしてね、新しいのができるんだよね。こちらも大丈夫かも。あったあった。ありましたよ。おお、あった。卑怯すぎる。卑怯すぎる。草刈り場踏切。おお。本当だね。ここでもかなりもうなんか近くなったね、道にね。さっきもっと高かったけど。電線立ての苦労しただろう。ここにレール作るのが苦労。本当にな、だよね。ジュラシックパールみたいな。すごいね。ここで終わりだ。踏切注意ありました。ここはちょっとこう大きい枝とか気をつけて。来るのきついです。ここね、ここ教会だからね、入っちゃダメよ絶対に。そうよ。
入っちゃった。危険。さあ、うわ、見て、めっちゃ離れてるところにあるそうだね、ここだって、ここ道だもんね。そう、なんかこれでもどういうこと、あれ道なくね、どういうこと、ここだってこの下を、そっちは多分あそこ一応道なんだろうけど、ここないよね、え、階段ないよね、そこね、ここ完全にこの今私たちが歩いてきた道とそっち側に続く道しか行けなくない、行こうとしても卑怯すぎる。これちょっと待って、遮断がどこまで降りてくるの、ここかな、ここ警報塔がね、すごい離れてるよね、うん、缶とね、あっちの遮断缶と、あの遮断缶も本当にちょっとどこまで降りて、結構長めだからさ、どこまで降りてくるのかわからないから、ちょっと離れとこうね、かなりね。草刈り場踏切書いてあります。あのなんか電柱のところにもね、うん、貼ってあるね、草を刈るとすごいわところどころこうちょっと木がね倒れてたりはするけど、本当にこう自然の、こっち見てもすごいし、うん、ねえ、こっちはでもまあもうちょっとそれ行ったら道になるのかな、うん、左側はね、あの踏切渡ってさ、あっち側端まで行ったら道に出るのかしらね、え、一回渡ってみようか、じゃあ皆さん渡るときは、はい、せーの、右よし、左よし、はい、前よし、前もよし、前よし、壁がある、すごい、あ、ちょっとここら辺までにしとこうか、虫いる、ちょっとでも何がいるかわかんないからね、黄色の羽したやつがいた、黄色の羽したやつがいたわ、トンボみたいな、本当に不思議な、うん、この後ね、もう一本ね、あっちの今左の方からね、うん、前の方からね、来るから、で、その後ちょっと時間ね経ちますけど、反対側から、今度はこっち側からですね来るのも見れたら見たいと思います。右、今こっち側が勝山ですね、もうすぐ結構近くね、で、あっちが福井ですね、うん、どうって言うの、来たの、来てください、来るんだよ、お、びっくりした、鳴った鳴った、うん、お、お、閉まってる、閉まる、よし、で、ちょっと向こう行こうか、うん、閉まったから、お、来てる、来てる、下がろう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 、初めて、ここら辺にしよう、ここら辺で、おい、おーい、バイバーイ、バイバーイ、おー、すごーい、あっという間に、おー、すごいねすごいね、急に結構な音量で鳴ったからびっくりしたね、うん、右よし、左よし、気をつけて、左よし、左よし、オッケー、結構まあ鳴ってすぐに本当にあの遮断管が降り始めてね、で、降り切ってからやっぱりちょっとね近づいた方がいいですね、うん、遮断管には、え、本当どこまで降りてくるか結構本当長いからさ分かんなかったもんね、うん、でもちょっとしばらく列車来ないからさ、一回向こう行ってみようか、道ね、うん、行ける？探検だ、探検だ、イエーイ、なるべくその大きい枝は避けて歩こう、はい、ね、危ないから、ま、あ、左のウィバキンって言って今、うん、キャー、なんかグニャンってしたぞ、雨、雨降ったか、ね、ウィ、気をつけて、上からも枝が、うわー、うわー、大丈夫、あ、もうすぐ道よ、ウィえ探検だもん、本当に探検隊のあれだ、よしよしよし、あ、道だ、あ、なんかやっとやっとここコンクリが、あ、あそこから出れる、どうなってるんだろう、よいしょよいしょ、え、ここ本当に行ける、邪魔だ竹が、これ向こう側から絶対入ってこれないでしょどうしましょう、どかすしかないよ、いっせーので、よしせーの、はい、いざい、はい、動機もくくって、キャーキャーキャー、大丈夫、今助ける、行くよ、はい、通って、はい、
だ。あ、季節クラッなどういうことだ。違う。見て、あの線路の下通れる。え、本当だ。これすごくない？ちょっと写真。オッケー。あ、でもね、あの高さ的にはそんなに低くないわ。パパも通れる。うん、普通に大人でも立ったまま通れる。なんか石がすごいぞ。うわ。はい。気をつけます。もう本当に気をつけないと。お、向こう側に渡れた。すごい。いや。遠くから見える。あ、待って、鳴ってるよあそこ。え？あそこの草刈り場が鳴ってる。あ、ほらここで見ようじゃ。時も。いいね。写真撮ろう。ここ行く？もっと下行く？真下行く？よし。おお、すごい。おー、よし、おー、バイバイ。おー、バイバイ。頑張ってね、福井まで。あっちから見た。あっちから見た。おー、そして草刈り場踏切。近いね、ここと。こっち側の景色もいいしね、こっちすごい近い。でもさっきのあの踏切のとこ経験しちゃってるから、あっちの方が近かったからね、なんか全然普通に道だし、ちゃんといいとこだね。ここに住みたいかも。毎日あっちの桜もね、まだ綺麗だね。山も見えて、博物館も見えて。じゃあ一回ここで渡りましょうか。うん、はい、じゃあ渡るときは右よし、右よし、左よし、左よし、はい、気をつけて。こっちこっち、はい、よし、後ろよし、前よし。警報灯の後ろ行く。うんね、よいしょ。そうそう、後ろかな。え、矢印がないからどっちから来るか分かんないね。確かに。あっちから来てる。お、あ、後ろから来た。えぇ、反対から。バイバイ。バイバイ。おーい、いってらっしゃい。おお、すごい。こんな自然なところで。ねえ、いいね。あ、来た。来た？来た。おお、乗りました。遮断管閉まったら見に行こうか。おー、長いな。長いね。ちょっとだけ近づこうか、ね、中には入らないように。よいしょ、よいしょ。安全なところで見ましょう、うん、不思議な感じだね、このね、警報灯の。じゃあここら辺で、うん、よいしょ。うん、うん、すごいよ、あっちから。あっち抜けてくのもいいね、きっとね。ほら、あっちの森の中にね。まだこの勝山から来るやつはここでは見てないもんね。うん、ね、楽しみ。こっちから来るの？ん？左から来る。あ、もう来た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 。おーい、おー、すごい。森の中に入ってきます。バイバイ。写真撮ろうかな。撮る？写真。森の中に入ってそうだね。あ、ここも撮る。ベストショットお願い。いってらっしゃーい。いってらっしゃーい。おー、バイバイ。おー、あっち側もいいね。おー、バイバイ。すごい。まだバイバイ。まだ見えてる。まだバイバイしてよ。おー、バイバーイ。回ってた。あそこそうだね。あっちカーブしてたもんね。バイバーイ。さあ、ということで、うん、こちらですね、福井県勝山市にあります越前鉄道さんの勝山永平寺線草刈り場
踏切、私もいろいろ踏切見てきましたけど、おそらく過去一で秘境感たっぷりな、ね、自然の中にある踏切なんじゃないでしょうか。森の中だから、うん、カブトムシ、ね、いそうだね、なんかね、いそうだよね、夏とかはね、カブトムシ見やすくなる、そうだね。ただやっぱちょっとね、どうしてもこのやっぱ線路とすごくね近いっていうのもねありますし、まあ、本当もし来られる際は安全に気をつけて、くれぐれもですね、こう線路内入ったりはしないようにね気をつけてね見学してみてはいかがでしょうか。でも本当にここでしか見れないような光景がね、でこれ多分また季節によって、それこそ夏場はものすごい草が生えてるっていう風にね、あのちょっとネットの情報では見たので、もっとちょっとなかなか来るのが大変になっちゃうかもしれないし、冬は冬で、ね、雪が降るのかなこの辺りは、ね、だからまあやっぱり今私たち春ですけど、これぐらいの時期が一番もしかしたら見る分にはね、いいんじゃないかなとは思います。ここに桜入ってたらさ、そうだね、すごくさ綺麗に見える。そうだね、桜がね、ここにあったらいいんだけど、ちょっとここはもう今なんかほんと森の中みたいな、今ねお昼間ですけどちょっと暗くて、でも涼しくていいね、ね、ぜひ皆さんも来られる際はね満喫してみてください。はい、ということで福井県越前鉄道さんの大自然の中にある草刈り場踏切行ってみたでした。ありがとうございます。ね、電車もかっこいいです。